今回のアップデート内容薄いよ、これ動画にできないよって思ってたんです。どうもゲームビズの山田です。本日ですね、アプリのバージョンアップがポケモン GO で入りました。 0.63.1 でございますね。で、今までってこのアップデートが入ると、まあその、まあ、新しくテキスト変わったりとか新要素をチュチュンって入ったりとかしたんですが、今回の内容がですね、ブラジル、ポルトガル語に、対応、さらにメダルをタップすると次のランクまでの進み具合が確認できると。以上、動画終わっちゃうやんみたいな感じだったんですよ。でね、これ動画にしてもしゃあないよなと思ってね、デスクで僕他の仕事をしてたんですよ。そしたらばね、攻略チームが新しい記事をスーンと差し込んできまして、それが今回のアップデートに実はこんなデータ入ってたよみたいな、そういうやつで見たら、なんじゃそりゃみたいなことがいっぱい書いてあったので、こちらの紹介をメインにさせていただきます。はい、こちらの記事、同じポケモンが配置できなくなる新要素をまとめということだそうです。はい、ただこちらは、まあ、公式発表の情報ではないので、まあ、気をつけてくださいねっていう一応情報は書いてあるのですが、どうやら今回の 0.631 のアップデートでアプリ内に追加された新要素っていうものがあると、でこれがかなり物議を醸していると。まず1つ目、配置できるポケモンに制限。今後はジムに同じポケモンを置ける数に制限がかかる。まあ、つまりは今までジムじゃあ10タワー作ったとして、上から下まで全部帰るみたいなことができたわけなんですが、今後はそれができなくなるとのことです。この制限の数はまだ不明なのですが、まあどっちなんですかね、全部のポケモン、例えばこの全部の種類、例えば海流2匹、ハピナスとかも2匹みたいに、その上限を一律で作るのか、もしくはそのポケモンごとに上限を作るのか、もうどう考えてもみんなジムに置かれて困る。ハピナスとかは1体だけとか、海流も1体だけみたいな、まあここに関してはまだわからないのですが、上限ができましたよと。ただこれに関しては僕ちょっとね、嬉しいなと思う部分があるんです。っていうのもやっぱジムタップして同じポケモンばっかりあるのってつまらないなとね、まあ、僕は感じちゃう側だったんですよ。まあ積むよりも僕は壊す側の方が基本的に多いので。なんですが、まあその上限が決まってくると置かれがちなポケモン以外にも、あ、じゃあこいつを置こうっていう日の目を見るやつらがね出てくるんじゃないかななんて思っております。続いての情報がレイドに関する情報、レイドバトルですね。つまりは対人戦とか、こういった部分ですね、対人とかみんなで何かの敵を倒す、まあ、ミュウツーのあの PVE みたいなバトルの話なんですが、近場でレイドがあると通知が来る。レイドに関する情報が追加された。近場でレイドがあった際にプッシュ通知が送られるようだと。これどういうことなんですかね。レイドの発表はないけれども、レイドの時にどういう仕様になるかっていう情報が、機能がすでにちょっとずつ入ってきてるっていう、どうやらそういうことみたいですね。通知、つまりゲリラ的に行われるんじゃないの、レイドってっていうことが、まあ、ここでちょっと推測されますね。まあ、もしくはなんかその1個のジムでレイド戦ができたりとか、まあ、そういう感じになってくるんですかね。まあ、これに関してはちょっとまだふわふわんとしちゃってるので、僕自身もねまだなんか整理しきれてないんですけれども、まあ、とにかくレイドに関するものがちょっと入りましたということだそうです。そして、その他追加された情報の中で、まあ、気になるのがこの2点かな。不正行為防止ツールの導入、どういった不正を規制する防止するツールなのかはまだ全然わからないですね、これね。あとはプレゼントコードに関する情報の追加、って感じですね。ということで、まあ、今回のアップデートしょぼいと思ったらすごかった、ただし今まだ実装されてるわけではありませんよね。これは今までもね、そういうなんかこんなデータが入ってるらしいよみたいな動画何回か僕お話ししてるんですけど、ね、それってごめんなさいね、なんかすごい期待を持たせた、動画の中で期待を持たせた後にこんなこと言うのはすごくずるいとは思うんですけれども、入ってるものがいつ実装になるかっていうのはもうポケモン GO はもう分かんないんですよ。だって伝説たちもデータだけは入ってるらしいですからね。データだけは入ってるけれども結局実装されてないから、まあああなんかそうなんだぐらいの感じで考えておきましょう。ただ一番上のジムに関することですね、はい、
同じポケモンを複数置けなくなる。これってそんなに難しい技術じゃないと思うんですよ。新要素っていう部分でもないというか。なのでもしかしたら近々のアップデートできちゃうかもしれないですね。いやちょっと別の動画の編集をしていたらまさかこの情報が入ってきちゃったから、もう割り込みでムワーンって言って、もうこれ多分収録がね今ね19時45分なんですけれども、ちょっと頑張って2時間ぐらいであげたいな。はい、それじゃあ、今回はこの辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。